うちの園での話。園内にやや有名な年初さんという人がいる。最初は年少さんのママって意味か、変わった名字なんだと思っていたが、年初さんっていうあだ名だった。あだ名の経緯を聞いて、育児版の影響を感じたよ。年初さんは別のママ A さんに30分から45分間の間、ちょっと子供を見ていてくれないかとお願いされて、年初書いたら託児してあげると言ったらしい。内容は、時給発生許可、旦那の連絡先開示、といった内容の紙に実印を押すこと、って感じ。A さんは、そんな大ごとになるなら結構ですと断り、年初さんは、撃退してやった。と、大喜びだったらしい。これを聞いた私は、おお、育児版の住民っぽい、と思ったけど、あんま、関わり合いたくなかったので、へえ、年初か？しっかりやるんだね。法律関係の人なのかな？とか言って適当に話し合わせてた。周りの人も別に、非常識。冷たい。とか非難することもなく、45分見てもらうために年初書かないといけないんだ。しっかりした方なんだね。私たちでは、程度が低すぎてきっと合わないだろうし、彼女も、高レベルの方々とお付き合いしたいよね。という言い分で、みんな、さーっと年初さんから離れていった。触らぬなんたらにたたりなし的な。まあ、ここまでは、自衛オツということで別にいいか。と思っていたのですが、その年初事変から半年くらいして、第二次年初事変勃発。年初さんには、お子さんが二人いて、園児と小一。年初さんのお母さんが入院することになったらしく、入院中の世話と育児の両立がままならなくなった模様。そこでやや孤立していた年初さんが、周りに託児を頼んだのですが。まあ、みんな断るよね。なんか自分たちの常識と違うところにいる人だし。年初書いてもいいよ。とか言ってたけど、それが、さらに逆効果になり、年初とかじゃなくて、信頼関係があったり、友人関係があるからお互い預け合ったりしてるの、と。私は非常識じゃない、年初書いても困らない、ような人間です。迷惑かけたら弁償する、とか言って、迷惑かけることはみんなあるよ。だからお礼したり、お返ししたりして関係が深まるんでしょう。弁償とか年初とか、人間関係って、そういうことじゃないでしょう。と返されしばし無言に。でも、迷惑ばっかりかけてくる人って、本当にいるし、それに巻き込まれて嫌な思いしたくなかったし、と言ったところで、A さんに、それが正しいと思うなら、それで良いと思うよ。だから、みんなにも迷惑かけない、というのが年初さんの考えだよね、と。うん、じゃあ、頑張ってね、と、ささっと引き上げるママ友の面々。今は、皆さんのこと、信頼してます。大丈夫な人たちだと思ってるから、今は無理だけど、今後は子供預かったりしても良い。と言って頑張ったんだけど、私たちがあなたを信頼できない、自分たちの常識とは違う人だから。と一周されて終了。別ママに、自分が困った時だけ泣きついてくるあなたこそ、あなたの警戒してた迷惑な人そのものでしょ。と言われ、違う、私はちゃんと弁償するし、責任も持つ。と訴えていたのだけど、だから責任云々の話じゃないし、相手に悪いなと思ってお返しするのは、その人の気持ちの問題であって、義務とか弁償とかじゃないよと、平行線。それからも、年初さんは、迷惑かけたら、弁償はする、責任は取る、よって私はまともだから、頼みを聞いて。次からは、私も言うこと聞くから。みんなは、いや、弁償とか責任とか、みんな、いやいややってるんじゃなくて、お互い仲良い同士だからお願い聞いたりしているんだし。まともかどうかわからないけど、なんか話通じないし、怖い。なんで、そんな考え方しかできんの？結果、年初さんの遠い親戚の方が子供を見てあげていたみたいです。ちょっと、スレで見るような言葉をマジで口走ってて怖かった。〇〇さんのお家で預かってもらう〇〇さん家に託児するとか、スレの内容なんてシロップ原液みたいなものなんだから、リアルではもう少し現実に合わせて薄めないとダメだよと思ったです。年初通報弁護士。
被害届、餌付けするな。って、これ系のスレでは言うけど、すべてが、それぞれの環境とシチュエーションに当てはまるわけじゃないのにね。残念な人だな。非常識だし、毒されすぎて悪影響出てるとは思うけど、気違いってほどかな。これを、このスレに、書いた人も結構キチスレ脳だと思うんだわら。念書ママ来た。普通の人間関係が理解できないで、ネットの情報を鵜呑みにして、人に失礼を働いちゃうのは十分キチだと思うけど。キチがいって言葉も軽くなったね。このスレ限定かもしれないけど、そこら辺も毒されないようにしないとな。報告者。キチがいって、ネット、育児板系での意味合いと現実では違いますよね。常識が通じない、話が通じない、みんなが変だなと思うような常識から逸脱した言動、行動をする、って、意味合いで、キチガイというならば、念書さんは、確実にそれに当てはまってしまったと思います。ママたちも、念書さんを批判することはしないけど、極力関わらないようにして避けてましたし。それによって、念書さんは、みんなが自分を避ける。自分を陥れようと、嘘噂を流す人間が園内いる?ってなってしまってたみたいでした。それで、誰かと、揉めたりはなくて、疑心暗鬼にかかっていたよう。嘲笑とかではなく、本当にかわいそうだなと思ってしまった。念書さんも、元から、そんな人ではなかっただろうに。